民主党最高顧問の畑勉元総理大臣が次の選挙には立候補せず政界を引退する考えを正式に表明しました畑氏は1993年政治改革をめぐって当選同期の小沢元代表らと自民党を離党し政権交代のきっかけを作り翌年の94年には 総理大臣に就任しましたしたかし在任わずか64日間で退陣し自民党の政権復帰を許すことになりました後継者について畑氏は参議院国対委員長を務める長男の雄一郎氏の名前を挙げていますが民主党は去年の衆議院選挙でのマニフェストで世襲を認めない方針を示していて今後調整を急ぐことにしています